鈴木直美は、イギリスロンドン在住のプロデューサー、歌手、女優、プレゼンターとして、欧米で活動中のマルチタレント。福岡県田川市出身、田川市観光大使 UK ダンスチャート、全米ラジオチャートにランクインし、BBC ほか、欧米のメディアで紹介される。日本の震災、災害復興支援活動が認められ、イギリスの国会議事堂でのメモリアルコンサートの、 出演歌手として抜擢される。その後もイギリス国内、日本国内で復興支援関連のチャリティーイベントを開催し寄付を続けている。また、ネパール自身支援では、その貢献から、ネパールの労働大臣より、インターナショナルフレンドシップアワードエキスパートオブザイヤーという賞を授与される。2017年内閣、官房東京オリンピック競技大会。 東京パラリンピック競技大会推進本部事務局が取り組むプログラムビヨンド2020に認証された日本の文化を世界に発信するプロジェクトブリッジトゥギャザープロジェクトを企画しイギリス、アメリカで日本の文化紹介イベントを開催2018年国家聖書、東北プライドデーに国家聖書を行う2019年ラグビーワールドカップオフィシャルアンバサダーに 福岡県代表として大会本部組織委員会より任命され2月に就任する。五郎丸はユ m s k e 4 8や白秋宮崎、吉子橋本玉木な、桃色クローバー Z リーダー桃田かな子オードリーカスが年明けほか日英友好企画を開催2021年1月にリリースされたシングルプレイ4 u 2021リミックスが 再びアメリカのチャートキングス・ソブ・スピンズで1位獲得。3月東日本大震災テンスメモリアルを配信で開催日本のテレビ番組音響効果として働く傍ら、日本でコマーシャルソングやアニメソングなどを歌っていたところイギリスのプロデューサーにスカウトされる。都営語、ナオミナナ名義で活動。初、来日出時から撮影されたドキュメンタリー世界に挑戦する。 初の日本人シンガーが BBC で放送される。世界への挑戦を試みた初の日本人シンガーとして、欧米で話題になった。カイリー・ミノーグのプロデューサーとして、有名なブライアン・ローリンズや、ジェームズ・テイラー・カルテットなどイギリスで活躍する、有名プロデューサーを迎えアルバム制作、BMG より、シングル、フューチャー・ラブで、メジャーデビュー。セカンドシングル、 クローサーザンクローズをリリースするも、その後日本側のプロデューサーの制作費、持ち逃げ事件などが発覚し一度活動を休止する。以降、数年間はそれまでのイギリスでの音楽活動の経験を生かし、日本からイギリスに来るアーティストの活動をオーガナイズするコーディネーターとして活躍。歌田光カル、八井田瞳、小柳由紀博士太郎。 杉蔵などのアーティストの活動をコーディネートする。また、日本の制作会社とも提携し、プリンセスダイアナテン、世界子供の絵展覧会など、日本で開催されるエキシビジョンをオーガナイズする。ホームの歌詞は、最初にツイッターメッセージを送ってきた被災者に、当時の思いを作文にしてもらい、共同で制作する。同年6月、CD 制作に賛同した、夏木まり。 斉藤信そして、信仰のある小柳ゆきらをロンドンに招いて復興支援ライブを開催。この、アワーソング震災以降、東北応援コンサートとして参加している、仙台、とっておきの音楽祭のもう一つのテーマソングとして知られる。その後も、音楽で生きる力を、おテーマに、被災地にたびたび足を運び、東北50カ所以上の施設や仮設住宅を訪ね、 イベントなどで慰問コンサートを開催して被災者を励ましている。特に子供の支援にも力を注ぎ、東北の子供たちを支援する子供の笑顔元気プロジェクトに参加。イギリスから帰国などに笑顔バスに同伴して幼稚園などを訪問している。現在も収益や福島民放などで一面に掲載される。東北の新聞でもたびたび取り上げられている。ありがとうございます。